はい、ともくんチャンネルです。はい、今回は、このね、アリーノキットのオーナーズ24の7息のマーク2ですね。はい、箱ではこんな感じで、まあドノーマルなんですけど、僕は、ボディの方はまあ紫系ですね。はい、パープル系にして、で今もうバンパーとか、グリル、ヘッドライト、テールですね、まあ、色分けして、もう部品つけて、トランクの方の羽もつけてね、やってみました。はい、で、このガラスの枠っていうかドアの枠ですよね。はい、窓枠の方もガンダムメッキシルバーとかで、塗り分けして、で、一応ねフロントのガラスの端ですね、両端の方が、このここですね。はい、両端のとこなんですけど、メッキのとこと、この黒い部分ですね、はい、がありますので、僕もね、一応横はガンダムメッキシルバーで塗り分けしたんですが、このまっすぐなとこですね、はい、っていうのは黒色でやってみました。ガンダムブラックかな、で塗り分けしてます。はい、まだ後ろのね、後ろの枠はまだ塗り分けしてないんですけど、まあこんな感じで、ちょっと部品つけて少しね、色分けもしてやってみました。はい、で、今回のホイールは、スターシャークを履いてます。はい、で、まあ今はねスターシャークなんですけど、こんな感じですね。はい、ロンシャンもあります。はい、で、十字かな、十字系のホイール、はい、こんなね、まあ十字系のなんかホイールもあります。はい、でまああちこちにね、まあ余ってるホイールですね、マーク1とか、マーク3とかもあります。で、ちょっとね考えたんですが、まあこの71のマーク2はそういうね、今履かせてる、スターシャークとかロンシャンとかね、でもいいんですが、またちょっと作るね、このね、はい、コロナマーク2、コロナマーク2に、ちょっとねマーク2のホイールを履かせようかなと思います。はい、このコロナマーク2にはこのね、はい、このマーク2のホイールですね、はい、を履かせようかなと考えてます。はい、まあどっちもマーク2なんですけど、はい、ボディの方もねマーク2なんですけど、このコロナマーク2の方にはこっちのね、ホイールもマーク2のホイールを履かせて、今回この紹介ね、ちょっと部品つけてしてるのが71のマーク2なんで、
こういうね、スターシャークとかロンシャンとかっていうのも履かせてね、まあいろんなマーク3もありますしね、マーク1もありますし、まあちょっとずつね履かせて、まあ楽しんでいったらいいかなと思います。はい、まあ、内装もまだこれ内装の方は色分けしてないんですが、前回紹介した時には、プリズムブルーブラックかなの上に、これはミスターカラーのシャーレットですね。はい、吹いた時には小豆色みたいな感じですね。もっと明るめの方に見えたんですが、ちょっとねずっと置いてたらね、乾かしてたらこんな感じの、はい、小豆色にちょっと紫がかかったような感じの色ですねに見えるかなとは思います。まあこれに、次回は内装の方を色分けしてね、部品つけて、でこのシャーシにくっつけてみたいかなと思います。はい、まあちょっとぐるぐるマシン止めて紹介しますんで少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、こんな、今はこんな感じですね。はい、で、ちょっとフロントのこのバンパーのとこですね、モールのとこに、一応ガンダムメッキシルバーを塗ったんですが、前回ちょっと紹介したかなと思うんですが、ガンダムマーカーの方で買ってきて、まあ試し塗りかなをしてた時にガンダムシルバーもあるので、このメッキシルバーの上にね、このフロントだけの方じゃなくて、まあ、横もリアの方もね、ちょっとモールのとこっていうのはガンダムシルバーを塗り分けしようかなと思います。はい、で、もうこのね、なんていうんかな、このシャハバートみたいな感じかな、はい、ボンネットのフェンダーのとこですねについてるやつなんですけど、それは、これはメタグリーンかな、はい、ガンダムマーカーのメタグリーンを塗ってます。はい、一応ねメッキシルバーを塗ってから上のちょろっとだけ緑に塗ってます。はい、こんな感じです。で、このところですね、はい、が内側の方は黒色なんですけど、この横ですね、はい、横の方はメッキシルバーを塗ってます。はい、こんな感じです。で今回はスターシャークですね、はい、塗り分けして、で前回ロンシャン履かせてて、紹介した時にはリアの方のシャフトですね、はい、リアの方のシャフトの方はまっすぐなシャフトをつけて、ロンシャンを履かせてたんですけど、今回は、まあ、シャフトも何本か余ってるんで、それの一つをちょうど真ん中ぐらいですね、まあ、V の字みたいな感じに曲げて、で一応ね、はい、8の字
8の字っぽくしてます。はい、前回の時はこんなね、フェンダーに入ってるような感じじゃなくて、もうまっすぐ降りてました。はい、それが今8の字みたいな感じになってます。はい、こんな感じですね。はい、でリアももうね、ボンネットのとこ羽根つけて、でこのオレンジですね、クリアオレンジの方はミスターカラーのなんか GX クリアオレンジかなを塗ってますが、今回はこの普通だったら僕そのミスターカラーのね、GX なんたらクリアレッドとかを塗るんですが、今回はちょっと薄いような感じにしようと思って、フィニッシャーズさんとこの普通のクリアレッドかなを塗ってます。はい、であとこのね、この枠、テールの枠なんですけど、そこも、メッキシルバーで塗ってます。はい、そんな感じですね。まあ、今回はボディの方とかの色分けしたり部品つけていったりしてましたが、次回はちょっとね、内装の方色分けをして、細かい色分けをして、部品つけてシャーシの方にくっつけてみようかなと思ってます。それの紹介をします。はい、で、ちょっと時間あったらこのガラス面ね、黒く枠を塗って、します。で、一番後ろなんですけど、一番後ろの、このガラス面かなのところに、カーテンですね、白いカーテンみたいなやつ、これをちょっとつけようかなとは思ってます。まあ、白いやつか赤いやつか、まあ、どっちかちょっとね、考え中です。はい、まあ、一番後ろだけカーテンをどちらかつけます。はい、まあ、今回はね、こんな感じで、ちょっと紹介しましたが、まあ、次回内装の方ちょっと部品つけてやります。はい、で、もうあと2回3回ぐらいでこのね、71のマーク2も完成できるかなとは思ってます。はい、まあね、ちょっとやっていって、紹介できたらいいかなと思います。はい、それではね、今回はこんな感じでアリーノキットの71のマーク2ですね、僕のオリジナルの色とか部品をつけてね、やってます。はい、それの紹介でした。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。
します。